これ何それ。これは一番伝統的なシャオミっていう、中に揚げパン入ってんだけど、うん、パイで挟んである。パイにもうカロリーお化けやね。台湾の朝ごはんを食べてもらいます。台湾は朝ごはんを基本みんな外食で済ますっていう文化がいっぱい種類の朝ごはんある。つまり家で食べない、むしろ会社で食べる。もう出勤時間始まってんだけど、まずご飯を食べて、怒られないの。朝ごはん大事だよ。食べて元気に一日仕事するっていう、めっちゃいい文化。朝ごはんといってもいろいろ種類があるから、今日は中華風、豆乳。いいね、朝から体に良さそう。そう、豆乳屋さんで豆乳がメインなんだけど、豆乳と一緒に食べるメニューがいっぱい。楽しみ。きた。これがメインの豆乳になります。この店は豆乳屋さんがすごく有名で、台湾のどこにいても豆乳店がある。ここは発祥地です。ユンちゃんにはあったかい豆乳、うん、あ、美味しそう。私にはしょっぱい豆乳。すごい、しょっぱい豆乳大好きだもん。見えないよ。じゃあまず飲んでみてください。うん、美味しい。美味しい。大豆。この店の豆乳の特徴というと、溶けちゃってるじゃんって思うぐらいちょっと炭火の。美味しい。日本では飲めないと。パックに入ってるやつとか知らない。これは台湾人の食べ方なんだけど、この揚げパンと浸して食べるので、ね、やってみて。え、このまま。面白い。ここに食べる。さあ、うん、うん、合う。合う合うでしょ。なんでだろう、合う。美味しい。だけど私が豆乳屋さんで一番好きなのがこのしょっぱい豆乳。美味しそう。豆乳をにがりでもうちょっと固めてあって、あ、豆腐っぽくなってるんだもん。そう。え、美味しそう。台湾のお漬物とかネギとかしらすとか。つまり豆乳という飲み物をスープにしてる感じ。あ、めっちゃ美味しい。食べてみて。食べたい。だけど私あまり好きじゃない。え、なんで。もう豆腐じゃん。どう。美味しいでしょ。これ絶対日本人大好きなの。めっちゃ美味しい。そうだけど、なんか台湾人の人には人気がないっていうか。え、なんで。まあたまたま私が好きじゃないだけじゃない。日本人のくるっとくるっと食べさせる人みんな大好き。美味しい。もう一個どうだ。美味しいよね。私も大好き。これ一人でペロリって食べた。美味しい。やっぱりあれは日本人向けだ。そうかも。じゃあ東京でやろう。これ朝ごはん食べたら超幸せな気持ちになる、うん、めっちゃいいね。こういうスープを飲みながらいただくサイドメニューが、これは大根餅に卵がトッピングしてある。美味しそう。朝ごはんにぴったり。これも日本人絶対好き。思ってたより大根餅があっさりしてる。日本のあるやつはお餅っぽい感じだけど、確かに。ちょっとバクバク食べれる。しかも大根餅って来るのに結構めんどくさいじゃん。大根全部すりおろして小麦粉と混ぜて中に具入れて固めて、確かにすごい大変な。卵も美味しい。美味しいよね。薄いから食べやすい、うん、続いて台湾の饅頭。日本の饅頭というとデザートだよね。台湾の饅頭というと白パンです。美味しそう。かじっていい。いいよ。すごい。もういいハンバーガーだ。うん、うまい。うまい。うんうんうん、美味しい。これだけでお腹いっぱいになりそう。次。もう何それ。これは一番伝統的なシャオミっていう、中に揚げパン入ってんだけど、うん、パイで挟んである。パイにもうカロリーお化けやね。うん、食べにくい。おいしい。美味しい。合う。結構パイ生地がしっかり味するけど、ちゃんとパンがパイのおかずになってる。おいしい。食べてみて。食べる前はえーって思ったけど、ありだね。ほんとあり。うん、おいしい。おいしいよね、これ、うん、好き好き。このパイの生地も薄くて、うん、でももちっとしてて、うん、思ってたより抵抗がない。なんかそんな脂っぽいって感じもしない。不思議。おいしい。もうこんだけ種類がたくさんあるから、毎日このお店に来ても全然飽きない、うん、この店はもう60年以上じゃない。こういうお店が台湾の各地にあるから、うん、手作りの豆乳を作ってサイドメニュー買って職場で食べたり。しかもこういう食べ物はまあ朝ごはんだけじゃなくて夜食もぴったり。深夜踊ったりとかしてお腹空いてこういうところで食べて帰る。夜中来たことある？もちろん。夜中来たことあるの？もちろん。誰と？誰かと。昔？大昔。大昔、若い頃。子供の頃。子供の頃？夜中に食べないでしょ。そうだよ。うちのお父さんとお母さんと。お父さんお母さん早く寝るから、そんな子供を夜中に連れ出したり。怪しいですね。じゃあ次。ご飯類。日本人に欠かせないおにぎりがこんな形になりました。これおにぎりな
なの？台湾おにぎり。ちょっと特殊な感じ。重そう。何が入ってるんだ？わかんない。食べて、食べて。ご飯だと思いきゃ。え？何これ？もち米だ。正解。もち米が特殊です。中は何でしょう？何だろうこれ？カツ？カツ？実はさっき食べた揚げパン。え？そうなの？揚げパンと魚伝部みたいな、うん、お魚の粉末がちょっと甘みがある。おいしい。なんかご飯の中にまで揚げパンが入ってる。学校でもついて授業の前にご飯食べていいの？そうだよ。家でご飯食べてこないんだ。時間ないもん。だって小学校で家の近くじゃん。余計に遅刻しそうになるじゃん。考えられない。日本は授業、学校に食べ物は持ってっちゃいけない。お昼ご飯のお弁当もお昼の時間しか食べてない。授業と授業の間の休みの時間も食べ物を買って。ダメ買わないの？買わない。売ってない。かわいそう。だからお家でしっかりと朝ごはんを食べてこないと。値段を小遣いをもらって学校でも買って食べたりするよ。あ、もうすごい。親は楽かもしれない。だから日本なの最強じゃん。これ最高。これ大好きになった。この中の第一。圧倒的に台湾の豆乳はみんな砂糖を入れてんの。もしこういう風に砂糖抜いてほしかったらわざわざ無糖にしてくださいって言わないと結構大体砂糖入ってる。あ、私も無糖が好きかな。でもね、このさ大豆の濃さとかもすごいよね、うん、でもなんかあっさりしてるから飲みやすい。よかった。ごちそうさまです。ゆんちゃん、はい、今日の朝ごはんはですね、新しくできたやつ、台湾っぽくない朝ごはん、まあ、でも台湾で人気の朝ごはんだから台湾なのかな。よくわかんないけど、ちょっとおしゃれな感じかしら、うんうん、行ってみよう。はい、朝ごはんこんな感じ。かわいい。おしゃれ。おしゃれな感じだね。すごい麺もある。朝から結構重たい。あ、でもいっぱいある。パン食の人にはたまらん場所だね。できて3年だって。新しいんだね。やっぱ平日だからちょっとのんびりできる人がこの時間に来てブランチ食べるみたいな感じ。台湾は朝ごはんの選択がめちゃめちゃいっぱいあっていい。日本自体もだったから日本料理もある。アメリカに留学してた人がめっちゃ多かったからアメリカ式、まあ、元々の中華式もあるからいろいろ混ざってる。いいね、選べるのは。やっぱ朝ごはんだからね、みんなが食べやすい価格になってるのかな。でも安いよ。単純に30元だよ。昔の為替だと90円だよ。いいね、これ日本でできたらめっちゃ流行りそう。何品流行ると思う？何品やる日本で。老後、老後働き。老後ちょっと休ましてよ。パンもふわふわっぽいね。美味しそう。すごい柔らかいピーナッツバターなんだ。いただきます。めっちゃピーナッツ。本当のピーナッツのつるも結構大きく入ってるし。フレンチトースト。だから卵の味するよね。え、知らなかった？知ってた。じゃあタンビン、タンビンに行こう。タンビン、タンビン食べよう。タンビンは台湾の朝ごはんだよね。うん、プレート生地に卵ひいて中にチーズとか入れて巻く。めっちゃ普通。うん、今日めっちゃ簡単だよ。これジェリー家でも作ってる。クレープ生地だけ買ってきて、あと卵焼き。クレープ生地は売ってるの？売ってる。こっちのはちょっとふわふわ感あるじゃん。家のやつはないか。多分もう冷凍されてるから。今はチーズしか入れてないんだけど、ベーコンとか、まあ、鶏肉とかいろいろ。おいしい。これ絶対日本で流行る。うん、やろ。やろっか。だって小腹にランチとしても女子は食べるよね。200円で済むなら食べるよね。これが台湾のちょっと甘めの醤油の、ちょっと味変でジャンヨガをつけてみて。おいしい。おいしいよね。ソースみたい。うん、私はケチャップ派です。これがいるんだ。これ、うん、これ毎日食べたい。日本でも毎日食べたいよ。これはシャンジーじゃない。量もちょうどいい。豚にならない。めっちゃ好き、うん、めっちゃ気に入ってる。そんなに入ってるやつも食べてみたい。ダンビン系が好きだから、チョンヨービンとかも絶対好きだね。はい、次、チキン、チキン。このプレートは栄養素がめちゃめちゃバランスよく入ってていいの。え、これ何？さつまいもボール、中が空洞になってるやつ。これは芋かな。芋のペースト入ってて美味しい。あ、美味しい。ふけふけ。中にトロトロしてるペースト入ってる。美味しい。これも毎日食べる。日本女子が毎日食べたいよ。これはシャンジーじゃない。しかもこのポテトのパリパリのがすごくない？炭水化物だけじゃなくてちゃんと鶏肉でタンパク質も取れるし、外カリ、中ジューシーみたいな感じで、ちゃんとちょっと甘い味付け。おいしい、うん、美味しい。この鶏肉だったらご飯買ってできても食べちゃうよね。食べるよ。ご飯くだ
ご飯あります。絶対売ってないよ。バランスいいね。野菜もついて、ナッツもついて。昨日さ、揚げパンを自分たちで作るってちょっと大変そうじゃん。すごい油使うし。ダンビンはこのプレートあればピューって作れそうだから、なんかお店やるならダンビンかな。九州でやっちゃう？うわ、めっちゃ行列ができた。ゆんちゃん、はい、3日目の朝ごはんはおかゆです。おかゆは日本はあまり食べないよね。おかゆって言ったら風邪ひいた時ひどいおかゆ。何も入ってないおかゆ。そうそう、台湾のおかゆ豊富だよ。楽しみ、行ってみよう。やってきました、おかゆだ。これが海鮮のおかゆで、こっちが豚肉が入ってるおかゆ。おいしそう。海鮮のおかゆってあんまりないよね。馴染みがない。美味しい。でも絶対美味しいのよ。もう先に言っちゃうけど、めっちゃ煮込んでるもん。いろいろあるんですよ、朝ごはんだけ。いい香りもする。おばさんたち可愛いし。有很多人来拍吗？グリーン鮮のおかゆいただいてみます。はい、食べてください。めっちゃいろんな出汁が出てて美味しい。美味しいよね、この出汁見たら。しかもさ、朝からずっとそうやって作ってるスープでしょ。濃厚です。スープやばー。やばいね。美味しい。美味しいでしょ。まだいっぱいあるから。あ、かきが入ってる。でも味は結構濃厚なはず。熱い熱い。全部作りたてだからね。美味しい。うん、濃厚。なんか朝で味する。美味しい。これ好き。这鹅啊是多位的？当酒。张一吼，张一很有名。不在乎乎的是，还多配料么？これは何？鸡卷。外側が腸なの。でもパクチーが乗ってるのよ。パクチーちょっと先に取り分けますね。はいはい、どうぞ。取った。ありがとう。熱いかな？いや熱いと思うよ。揚げたてだもん。美味しい。そんな一口でいけた。やっぱ野菜もたっぷり入ってる。しかもほとんど自分で手作りだしね。パクチーを乗せてシャキシャキしてるね、中の野菜も。玉ねぎがシャキシャキしてる。なんか鶏のハンバーグみたい。中ロー新醤も食べてみて。タグタン豚骨だ。全然違う。違うね。美味しい。豚骨からいい出汁が出てるわ。海鮮とはまた違う。あっさりしてるから美味しい。美味しい。台湾は普段からおかゆだよ。朝。还有我们营业是早上几点开始？6点。那你们几点要开始准备？4点多。このおばさんたちはもう40年ここで働いてます。豚を揚げたやつも。豚にこのまま揚げるってあんまりないかも。揚げてるけど中さっぱりしてるよね。揚げ豆腐。めっちゃ美味しい。美味しいよね。豆腐が1個あるだけでまたタンパク質取れるし。テンション美味しい。これにもニンニク入ってる。もう朝からガンガンニンニク食べるから。だからね、これ自分で用意するの大変だから。揚げ物とか絶対無理だよね。さてして食べれるの本当いいよ。豚骨おかゆいくらぐらいだと思いますか？800円ぐらい。150円です。美味しい。150円と思えない。びっくり。だってお肉もさ、しっかり入ってるよ。見て。じゃあ海鮮の方は？これは1000円しそうだよね。牡蠣、入ってるし。600円です。超お得。めっちゃいいね。だから冷房ないです。なるほど。いいです、いいです。我慢します。朝この朝だったら来るよね。うん、めっちゃいい。小姐、我看一下冰箱。大家可以把冰箱打開比较凉啊。今回3日間朝ごはんいろんなの食べてきたけど、何が一番美味しかった？でも全部ジャンルが違うから難しい。全部美味しかったけど。確かに気分によって選ぶもん。選択肢があるっていうのが何よりいいよね。飽きなそう。これだけじゃないから、まだまだもっとあるから。期待してください。はい、好吃よ。あ、日本吃不到的味道。美味しかった。よかった。豚骨もあるよ。さすが愛されてるお店だ。だってずっとお客さん来るもんね。完食。すごい最高。